はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。いやー、さてね、まあなかなか風が治んないです。以前引いた風が2週間ぐらいまたね、今回もちょっと長引いちゃって、今日ね、ちょっと人間ドックに初めて行ってきたんですけども、風邪ひいてるとね、血液の検査があんま良くないですよとか脅されながらまあ、無事置いてきましたが、もしかしたら血液だけもう一回再検とかね、なんなきゃいいななんて思ってるんですけども、はい、そんな話はちょっと置いといてですね、すいません、今日はタウンホール12見ていきたいというふうに思います。よくね、最近いろんなところで動画が上がっている、クエイクを織り交ぜたクイヒーラバルですね、ちょっとこちらを今回見ていってもらいたいというふうに思うんですが、とりあえず1本動画をまずは流してね、いきたいというふうに思います。ちょっと鼻声なんですけども、こちらです。攻めてくれたのは秋風さんですね。で、クイヒーをまず十字方面から、スタートさせて、でこれで、今目の前にね、クイーンの目の前にある、エリア、まあ、この辺ですね、ちょうどクエイク打ったところ、この一帯をクイヒーで全部こう破壊していこうという形ですね。で、まあ、このクエイクを使うことによる大きな効果っていうのは、ジャンプだったりすると、まずそのジャンプのかかっているところしか当然クイーンは飛べないので、右往左往クイーンがこうしちゃうことが多いと思うんですよね。ですけども、クエイクの場合ってもうそこ全部壁がなかったことになりますから、クイーンがかなりね、安定してこう、なんていうのかな、その壁が開けられたエリアを歩き回ることができるっていうのが、まあ、結構大きな特徴です。で、それをね、した上で、もう一個重要なのは、このクイーンのパートで L 字をしっかり作るっていうことですね。これ結構重要です、まあ、結構というか普通に重要ですね。ラバルを回す上で直線ないしはまあ L 字型っていうのを作っておくのはかなり、必要な、突入前の作業になりますので、今回のね、秋風さんのアタックみたいにこういう風にしっかり L 字がね、ここにこう作れていると、こんな感じですね、作れているとバルーンがこう流れやすくなりますね。で、クイーンが中心部、まあ、中央の部分ですね、ここに入り込んでからまだまだ暴れてますんで、まあ、このクイーンの暴れ方によって、バルーンのルートがさらにこう限定的になって、今ね、見てもらっているように密集してこう先へ先へ、ね、進んでいくことができる、まあ、そのためにヘイストの呪文とかにまあ乗っかりやすくて恩恵が受けやすいっていうようなね、格好が出来上がってます。まあ、これ本当に、まあ、ラバルを使う上では基本なんですけども、なかなかね、おかしいな、狙ってもできないなっていう人多いと思いますんで、まあ、本日の動画の構成としては、1発目はまずこの動画ですね。で、2本目、もう1回ね、このアタックのプランを少し、詳しくお話しさせてもらいながら、見てもらいたいというふうに思います。で、3回目、秋風さんがね、もう1個この同じ攻め方で攻めてくれたんですけども、ちょっとそちらは失敗しちゃってるんですね。で、まあ、その失敗に関して、今回は考察を加えていきながら、合計3本の、アタック動画をね、こう見てもらえたらというふうに思います。まあ、このアタックは本当見事ですね。バルーンの残り方、あとライトニングドラゴンの、もうね、1匹援軍で持ってたのかな、これ。それがこんだけ残ってるっていうのはかなりね、大きなポイントになってるんじゃないかなって思います。大きなポイント、大きなアドバンテージが取れたってことかなっていうふうに思います。で、今回、秋風さんのプラン的には、この対空砲、あとこのインフェルノ、イーグル砲、アーチャークイーン、さらにはここにいる防衛援軍ですね。こいつらを、全てね、この区画に入り込むことによって、処理していこうというプランでしたね。で、ここにあるエアスイーパーもこれ射程圏内にギリギリ入るのかな。そう、まあ、そうすることによって L 字をね、こう作ってぐるっと回していくと。ラバルを使う上でやっぱ怖いのは、防衛援軍ですよね。あとアーティのアーシャークイーン。で、当然インフェノタワーも、まあ、シングルならシングルでラバーすぐ溶かしちゃうし、マルチだとバルーンにこうね、ダメージを与え続けるんで、なるべくなら追っていきたい。で、対空砲はもう言わずもがなですね。あ、で、もう一個忘れちゃいけないのが、まあ、今回、このね、今、ヒカルさんが攻めたこのエリアを壊すことによって、多分優先度合いっていうのは、今、開けた施設よりも少し低いと思うんですけども、ウィズ島が3本ターゲットに入るんですね。おまけに、ギガテスラもギリギリ、ここからこう撃てる距離にあるんですね。これがすごい、やっぱりね、この区画の弱、この弱点区画っていうのが、見極められたポイントだったんじゃないかなって思います。
今言ったような施設っていうのをきっちり壊した上でクイーンが瞬殺されないほどの、まあ、程よい火力ですねを、持ったエリア、ここをよくあのクイヒーの弱点エリアなんていうふうに呼ぶんですけども、まさにこの区画が弱点ですよね。ここ、まあ、レイジオを使って突破できなさそうな状況ではおそらくないあのエリアになりますんで、レイジオ今ね、ヒカデさん3枚持ってますけども、この3枚とクエイクをふんだんに使って今このくくったこのエリアでクイヒーを暴れに暴れさせて、残ったヘイスト2枚でラバルをこう回していくという格好ですね。まあ、この辺りっていうのに意識しながら、まずはもう一回、この動画をね、流していきたいので見てもらいたいというふうに思うんですけども、まず、バーバリアンキングで、この、なんていうのかな、こっち側って言っちゃおかしいですね。この辺、サイドカットしているところ、まあ、それも結構注目点なんで見てほしいと思います。クイーンをまず出してからすぐババキンとウィザードを出して、バーバリアンキングを6時方面に、まあ、下の方にこうね、歩かせようっていう意図がありますね。これ本当にお見事です。なんでかっていうと、まあ、ここに施設が残ってしまっていると、当然クイーンがね、こう横ぞれするっていう、まあ、そういうリスクも当然あるんですけども、それだけではなくて、クイーンが今ここに書いた施設っていうのを壁の内側からこう叩こうとしちゃうんですね。この時間すごいまず無駄な上に、クイーンを歩かせたいエリアっていうのはどっちかというとこっちですよね。こっちには行ってほしくないんで、今のこの部分っていうのはここババキンでカットしておくっていうのはすごいこれ大事な作業です。で、おまけにバーバリアンキングちょっと今かろうじて見えてますけども、5時方面までしっかり外周カットしますね。で、こういう仕事っていうのもあの後々のね、回収なんかを早めるあのことに一役買ってますので、まあ、クイーンのね、そのなんていうのかな、仕事を、サポートするすごいね、いい役割を今回演じさせたんじゃないかなっていうふうに思います。で、今ここ、ボマーを出していきましたね。で、ボマーをバルーンよりも先に出してます。これやっぱ重要ですね。バルーンの呪文ってこうヘイストに乗っかって、行くんですけども、ボマーはヘイスト乗りませんので、あの後に出してしまうと完全に出遅れちゃってあんま仕事しなくなっちゃうんですね。ダメージの吸収だったり、あとはまあ防衛施設の破壊だったりっていうことも、なのであの先にボマーを出していくっていうのは、まあ、すごいバルーン部隊に織り交ぜる場合には重要なテクニックになると思います。で、今回収用のガーゴイル、1時12時方面ここにいますね。これもお見事ですね。こういうのも早めに出していくっていうのはすごい重要で、ラバルーで一番残念なのは防衛施設は全部壊してきても時間切れってやつなんでね、これはすごいやっぱうまい、なんていうのかな、抜け目のないね、回収ができてると思いますね。で、あと最後グランドウォーデンですね。このグランドウォーデンに関してはクイヒーパートにつけるっていう、まあ、こともできるんですけども、ラバルをする場合には多分ラバルパートにつけた方が私いいかなって思います。どっちかっていうと、当然ながらこれだけのバルーンをね、生かしていくにはグランドウォーデンのエナジーサークルってすごい重要になってきますし、ヒットポイントが相当底上げされますからね。さらに火力が高いところだったり、そのなんていうのかな、複数攻撃の施設、範囲攻撃施設ですねが密集してたり、まあ、ギガテスラもそうですけど、こういうところではヒールを使う手もあるんですが、呪文枠が限られる場合はやっぱトームが重宝しますんでね、ぜひタウンホール11以上の方でこの攻めをする場合には、まあその 100% とは言いませんけども、グランドウォーデンバルーン部隊につけると割とね、仕事がいい格好になるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思います。で、ヒカデさんもう一本ね攻めてくれた動画を見てもらいたいんですけども、ちょっとねこちらの方は残念ながら星1の、まあ、高破壊率止まりっていうことでね終わってしまいました。こんな形の配置ですね。まあ、まずは何もね細かいことを言わずに一回見てもらいながら、ちょこちょこね話を挟んでいきたいというふうに思うんですけども、まあ、プラン的にはアーチャークイーンを5時側に出して、で、まあ、バーバリアンキングで、これやっぱり7時8時面カットしますね。さっきの1本目とまあ同じような格好の攻め方で、この辺のエリアっていうのを、まあ、きっちりと、まあ、この辺もそうかな、アーチャークイーンで処理して出来上がった L 字をこう回していくという格好になるんですけども、
これね、何が今回ちょっと誤算になってしまったか、よくねその辺に注目しながら見てもらいたいというふうに思います。ここアイスゴーレムが出てきていて、でクロスボウ2個からターゲット取られてるんで、レイジを結構ふんだんにやっぱ使ってますね。お見事ですね。かなりレイジの書き方もうまいと思います。ヒーラーがギリギリ入るところにレイジ打つっていうのが一番うまいやり方です。アイシャークイーンが前進どんどん していきますけども、前進してもその間にレイジの効果が切れないように進行方向寄りにかけるっていうのがね重要なポイントです。でここから大砲を壊したアーチャークイーンはしっかりね、イーグル砲の方に向かっていって、イーグル砲も壊してくれます。かなりいい仕事をしていってますね。で、これアイスゴーレム出てきましたけども、多分このアイスゴーレムはこの辺の大砲とかを取りたかったんでしょうね。今5地面歩いてるやつで、バルーンとボマーでどん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 これ進軍させていくんですけども、ちょっとねバルーンとラバーハウンドの距離が空いてしまって、かなりね、バルーン部隊が追いつく前にラバが落とされちゃってます。あともう一個これですね、トームをもう使わざるを得なかったと思うんですけども、アーチャークイーンのところで使ってしまったためにギガテスラ核に行ったバルーンたちがギガテスラの攻撃で全部落とされちゃいましたね。でさらにアーチャークイーンがバン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 バルーンとライドラを殴っちゃってますので、まあ、これによって空部隊が全滅してしまったっていうこと、まあ、ここがちょっとね非常に残念なポイントだったかなと思います。まあ、空攻めをする場合だとやっぱりアーチャークイーンの対策っていうのは必須で、まあ、今回穴を開けたエリアっていうのはね、まあ、決して多分悪くはなかったと思うんですよね。あともう一個私がやるならここに開けるかなっていうところもちょっとあるので、まあ、この攻め方が見終わったらね、そこも話していきたいと思うんですけども、アーチャークイーン用に相手のねアーチャークイーン用にスケルトンの呪文なんかを持っていくっていうのが、まあ、最近のトレンドですね。スケルトンが盾持って一発ではやられず 2発までかな、攻撃を受けられるようになったんで、アチャクイの攻撃速度を考えると結構使えるんですねこれ。ただまあそこをせずにね、アチャクイを野放しにしちゃったがために、まあ、今回失敗してしまったと、まあ、いうことで、アーチャークイーンの射程って今回これぐらいですね。なんで、クエイクの呪文がこのイーグル砲のね、区画まで届いてないと、自軍の食い火で処理ができなかったってことですね。まあ、なので仮にもう一箇所ね、検討するかなって思うと、ここですね、ここ。ここにクエイクですね。ここにクエイクを打つことによって、まあ、こんなような感じで、部屋を全部繋げちゃうんですね。アーチャークイーンをまあこの辺歩かせていって、で全部こう壊していくという感じですね。で、ここが全部壊せたら、まあ、こっち側、多分ですけども、ギガテスラを初見の場合はね、確実に取りたいんで、まあ、こっち側から行くかな。秘書権であれば、こっちからこうね、バルーンを出していくっていうんでもいいかもしれませんけどね。いう格好もまあ作れなくはないかなという気はしますが、まあ、もう結構火力が高いんですよね、今私がこのくぐったここのエリアって。インフェルノもシングルがあるし、バーバリアンキングもいるし、でクロスボウも2体あった上に、ここ野水もあって、アーチャークイーンとも戦わなきゃいけない、結構しんどいエリアなんで、まあこういうところは相手にしなきゃいけなくなった場合には、まあ、ちょっとねこの戦術そのものが難しいのかもしれませんね。まあ、それは光さんもね、攻めた後ちょっとこの戦術やっぱ厳しかったですねってことは言ってたんで、まあそうなのかなっていうふうに思います。ただまあ、もしも今のようなね、配置に対して、このクエイククイヒーからのラバルっていうのを回す場合には、まあ今言ったようなね、このクイーンの処理だったりとか、あとはどこに穴を開けるのか、まあみたいなところっていうのもね、こう少し、ご参考いただければ、いいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね皆さん、カンクラにもまた遊びに来てください。では失礼します。バイバイ。